それでは、ちょっと待ってください。電波がおかしいです。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。今日はありがとうございます。ではですね、これから打ち水と行ってまいりたいというふうに思います。皆さんと一緒に今日の夏を涼しくしていきたいという、涼しくしていきたいというふうに、ちょっと電波が届かないので離れていきます。思っております。いいですか？じゃあ皆さんですね、まずお決着の方をお取りください。こちら今日使っているお水なんですけども、中水ということで、飲めるお水でも下水に流す、ちょっと汚れてるお水もなくて、雨水とかね、エアコンとかから出る水をかけた、中水というふうになっております。再利用ということで、こんな形でお送りしてまいります。ではですね、今日はちょっとカメラマンの方もいらっしゃるので、シャッターチャンスが非常に大変です。大切です。いいですか？私が丸の内で打ち水、せーのと言ったら、気持ちを合わせて、それーと。いいですか？まず一回、それーと。巻いてください。まずじゃあ、オケ試着、皆さん、お取りいただいてもよろしいでしょうか？いいですか？体感温度で2度下がるというふうに言われております。じゃあ、それでは、準備はいいですか？元気でいいぞー。いいんです、いいです。いいです。いきますよ。準備はいいですか？ありがとう。それでは、一発目いきたいと思います。丸の内で打ち水。せーの。はい、ちょっと自分にかかってる人いますけど、 OK、 もう一回だけいいですか？シャッターチャンスでもう一回だけいきます。丸の内で打ち水、せーのでいきますよ。丸の内で打ち水、せーの。それー、カメラマンの皆さんどうですか？大丈夫？もう一回、ごめんなさい、もう一回だっていいですか？まあ、巻いちゃった、全部巻いちゃった、大丈夫ですか？いきますよ、じゃあもう一回だけいきます。丸の内で打ち水、せーの。
ています。今日はちょっと風があるので気温が高かったんですけども、風があるので涼しく感じれるんじゃないでしょうか。ぜひお家に帰ったらですね、これはもうそうですが、屋根とか発音不安のある方はお近くの係員にお声掛けください。清水さん、帰りやすいさんは清水さんの一番の方に一番の方に新型コロナウイルスの感染予防対策の説明をお願いいたします。今日も怪しい感じになっております。丸の内店清水に関してご案内させていただきます。大丈夫でしょうか。奥一色の方はですね、ソーシャルディスタンスと書いてあるので、足元の、プレートのところに置いておいてください。参加してくださった皆様どうもありがとうございました。そしてこの後ですね、17時30分から大手町に本社を構えます NTT コミュニケーションズシャイニングアークスに所属するラグビー選手があります山田明人選手を迎えして風鈴メッセージ記入、そして打ち水体験を行っていきます。じゃあ行くよ、はい、せーの、はい、どんどん巻いていくよ。いただきます。この夏祭りは2005年より環境配慮型街づくりの一環として実施してきた打ち水プロジェクトと、2013年に初開催した丸の内盆踊りの開催伝承により、大手町丸の内有楽町エリア内の企業、就業者、来会者の皆様へより環境保護の共通認識を求めることができる結び付きの場として提供してまいりました。今年は新しい生活様式ならではの形で毎年恒例の打ち水を実施するとともに、打ち水は盆踊りと同じく古来より日本の夏を象徴する風物詩であります風鈴、なんと今日は2020個をですね、日本の各地から集めまして、丸の内サマーインスタレーションパワートゥージャパンと題しまして展示させていただいております。ここで展示されている風鈴の短冊には、医療・介護従事者や清掃員・警備員の方々など、コロナ禍でも安心・安全を守るために最前線で働いている方や、ご家族・同僚など大切な人への感謝・応援の気持ちを届けるメッセージが添えてあります。新しい生活様式の下で、夏の楽しみや急速な変化に伴う疲れを癒す空間を作りながら、日本各地の風鈴の個性あふれる姿や音色の違いを感じていただくことで、日本各地が共に歩んでいることを表現しています。さあ、それではいよいよ皆様、拍手の準備はできていますか。一応盛り上げるふりいきましょう。拍手の準備はできていますか。 OK、 それではご紹介してもらいたいと思います。ご紹介します。大手町に本社を構える NTT コミュニケーションズシャイニングアークスに所属するラグビー選手、山田明人選手です。お願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。めちゃくちゃ、なんか今日ソーシャルディスタンスを意識しようということで離れてもらいますので、イケメンとブサイクルをお送りしていきたいと思います。ありがとうございます。山田さん、はい、
ちょっと連日暑いですけど、はい、もうなんかこうどうやって涼しさを感じる工夫みたいのを普段はしてますか？ね、もうあの室内でトレーニングしてます。あ、トレーニング室内で？室内でやってます。やっぱりちょっと熱中症も気をつけながらという感じですね。そうですね。あとはあの太陽が、出てこない包丁だったり、あ、ちょっと遅くにあの外を走ったりですね。なんかうまいコメントでしょう。打ち水も包丁にやるのがいいですから。あ、やっぱりトレーニングしながらじゃ打ち水しつつ、そうですね、今日はね、お待たせいただきます。はい、思います。今日は2020個のですね、全国各地からの風鈴がダーッと並んでるわけですけども、これ見ていただいていかがですか？いや、すごいです。だからさっきあのあちらから東京駅をバック、東京駅ですね。はいはい。いや、どこだと思ったんですか？ここ東京だよな。東京駅をバックに、この、はい、なんですか、この一直線に、はい、音もちょっと聞こえながらで、すごく舞台があって綺麗でした。この選手は風鈴とかはこう購入したことがあるとか、なんかどこかであのお家で飾ったことがあるみたいなことはありますか？ありますね。私、両親京都の人間で、はいはいはい、こういうと、まあ、文化、伝統じゃないですか、うん、それは非常に興味深いです。今日もね、見ていただくと分かるんですけども、ここに皆さんへ、医療従事者とかですね、就業者の内外者の皆さん、SNS とかでメッセージを募集しまして、風鈴を短冊に載せて展示してあります。その中にはですね、全国各地のエリアマネジメント、団体の皆さんに協力にありまして、各地の、風鈴も含まれておりまして、結構いろんな風鈴が全国にあるんだなっていう感じませんでしょうか？いや、そうですね。あのガラスのだけかと思ったら、うん、本当に、まあ、こうやって陶器のも、はい、いろんなのがありますよね。なんかちょっとパッと見て、山田さん、これ気になるなみたいなのあります？いやいやいや、めちゃくちゃ難しい振りですよ。これによって売り上げが変わるんですよ。山田さんがいいって言ったことによって。うわぁ、見えますかね、はい、奥から3番目のですね、はい、黄色いやつ。うんうん、全然わからないですけど、あれがいいってことですね。あれがいい。ほわっとしていただいてありがとうございます。だいたいこういう時は、全部いいですねっていうのが普通なんですけど。いやいや、あれがいいんですね。山田さんの好みはあれですから、皆さん見ておいてくださいね。さあ、ということで、で、山田さんも先ほどメッセージを書いていただいたということで、はい、風鈴を先ほどお渡ししたものがあるということなので、はい、ここでちょっと風鈴を持っていただいて、フォトセッションなんかいう感じでしていただいてもよろしいですか？ちょっとじゃあ、はい、マイクない方がいいですよね、マイク。マイク。そうですね。じゃあちょっと、まずはじゃあ、センターな感じでいきますか。はい。さあ、そしてではこちら側いきます。お手元お願いします。はい、はい、行きまーす。はい、5、6、4、3、こちらの目線お願いします。2、1、はい、いいですか？はい。じゃあ、山田選手、大丈夫ですか？申し訳ないですけども、一回ちょっと皆さんのリクエストがありまして、はい、今みんな離れてるので、ちょっとせっかくのこのイケメンの顔をちょっと見せていただいてっていうのもどうですか？拍手じゃないの、ここ。はいはいはい。無口になっちゃいますね。無口になっちゃいます。無口で綺麗でお願いします、はい、あ、大丈夫ですか？ありがとう。うわー、やったー、これめっちゃ貴重な。じゃあセンターでいきます。センター、3秒しか無理ですからね。じゃあいきます。3、あっちまで。はいはい、いろんな問題がね、いきます。3、2、1、はい、よろしいでしょうか？では向こう側いきます。では、あちらのお兄さんとこ見てください。いきます。3、2、1。はい、ありがとうございます。では、こちらも出ます。こっち、こっちお願いします。すいません、ここお願いします。はいはい、ここ重要みたいなので、ちょっと時間取りましょうか。ここお願いします。はい、行きまーす。中島さん、お願いします。はい。はい、どうですか？ 3、こっちお願いします。2、3、3、2、1、いい。はい、OK。山田選手、ありがとうございます。拍手お願いします。いや、喋らせてください、僕も。OK。マスク、待っていただいて、はい。ではですね。いや、和田さん、はい、さっきあっち見るときは、お兄さんのずっと目やってて、もドキドキしてました。なんかすごい光景だなと思います。多分奥さんがちょっと焼いてるんじゃないか。いや、そうだ、僕もなかなか、伊藤さん、あんなに目合わせるな。そんな貴重な時間、ありがとうございます。ではですね。
メッセージ、どのようなメッセージを書いたかというのをちょっとお読みいただいてもよろしいでしょうか。はい、シンプルに一緒に頑張ろうということで、はい、まあ、和田さんもさっきありましたけど、医療従事者の皆さん、はい、まあ、警備の皆さん、今大変な時期ですので、はい、本当に一緒に頑張ろうという思いで書かせていただきました。いいですね、こう ラグビーの気持ちにも通ずるような、はい、一緒に頑張ろう、仲間で、みんなでこうね、一つのことをやり遂げるというのが、まあ、ラグビーの良さでもありますので、はい、ラグビーの精神、日本中が世界中が、取り込んでやれるといいですね。わかりました、ありがとうございます。じゃあせっかくなので、この山田選手が書いていただいたものをですね、こちらに山田選手特別バージョンということでフックが出てくるんですけど、ここにかけていただいても他では違うんです、見ないでください。ではちょっとかけさせていただきます、お願いします。シャッターチャンスですよ。これ落としたら割れちゃいますから、起こしたらちょっと後でもう一回楽屋って書き直しです。はい、じゃあお願いします。かけてるふりしてこっち向くみたいな感じで。あ、いい、かわいい。かわいい、キュート。かわいい。あ、かわいい、ありがとう。またポポ選手ありました。あ、これ、撮りますか？マスク、撮るのがいいとかありますか？撮っていただきたい。じゃあ、すいません、お願いします。山田選手の残り時間もわずかになってきましたので、ここお願いします。はい、お願いします。行きます。行きます。お願いします。はい、はい、爽やかだな、爽やかにも程なくな。同じ人間だとは思えない。はい、いいですか。いや、これごめんなさい、もう一回お願いします。来年のブロマイドにここ行きます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。あ、もう一枚ですか。いますか。もう特別ですよ。普段やれませんよね、山田さん。ここでやるな、やるな、この人はやってくれるさあ、ということですね、参加していただきましたが、ありがとうございます。いや、喋らせてください、僕に。いや、喋ってください。じゃあ、いろんな振りしてくれるから、もう喋りないんだけどマスクないから、もうずっとこうしてます。ありがとうございます。今回のこの取り組みですけども、いかがなご感想でしょうか。いや、なんでしょうね、この日本のこう、まあ、文化というか、うん、そういうのをしっかり残して、まあ、ここの丸の内ですか、はい、でこうずっと続く文化でいいと思いますね、はい、こう昨年のは盆踊りとかもあって、たくさんのゲストの皆さんとか知事とかいっぱいいらっしゃったんですけど、今年はこれを全て山田さんに集約してやっておりますから、ありがとうございます。今日本の顔ですからね。ありがとうございます。ぜひこの感じをですね、全国の皆さんに届けていただきたいと思いますが、はい、では最後に、短冊にも期待していただきましたが、ソーシャルワーカーの皆さん、そしてコロナ禍で頑張っている皆さんにメッセージをパッとお願いします。はい、まだまだ大変な時期は続きますが、この音で皆さんをしっかりこう応援したいと思ってますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。ということで風鈴の、体験をやっていただきました山田選手に今一度お願いします。やりましたよ、何かがゴールしました。さあ、それではですね、この後、16回迎える大丸ユースクの夏の風物詩打ち水をですね、山田選手にも行っていただきたいというふうに思っております。それではオケ支度の方準備をお願いします。それではですね、ここで、打ち水をしていただきたいと思うんですけど、私が、あ、マスクします。しない、喋らない、素晴らしいじゃないですかね。で、私が丸の内で打ち水せーのと言ったら、これ3回ぐらいあります。じゃあまずはセンターからいきたいと思います。いいですか。それではいきます。丸の内で打ち水せーの、そうです。もう一回引くか、もう一回行った方がいいですか。取り始めちゃった感じ。あ、バタッとこっちに、全然なんか下がっちゃうよってこと。大丈夫ですかね、避ける反射神経、元ラグビー選手も大丈夫です。それでは行きたいと思います。鳴の内でやってみる、せーの、取れ。あ、上手だな、上手。どうですか、もう一枚行きますか。もう一枚行きます。じゃ、もう一回行きます。鳴の内でやってみる、せーの、取れ。ちょっとみんな濡れても動揺しないところいいですね。じゃあここ行きますよ。濡れたいという皆さんです。嘘です、嘘です。いきますよ。丸の内を入れてみず、せーの、取れ。もう一枚行きますか。丸の内を入れてみず、せーの、取れ。はい、大丈夫でしょうか。いいですか。
もう一枚だけ、もう一枚だけお願いします。当てに行く。行きます。丸の内で打ち水。せーの、取る。すごい絵が取れたと思います。ありがとうございました。打ち水を行ってくださいました山田選手に大きな拍手をお願いします。最後にギリギリ喋れる人、何やってんすか。よし、喋れるよ。面白い。いやでもこれあれですか、はい、あのラグビー場とかでは打ち水とかをやられたらいいですか。僕、中学校の時に砂のグラウンドだったんですね、はい、その時に砂飛ばないように水で撒いてたりしてました、はい、あと、みんなが怪我しないように、はい、な願いもありますよね、うんうん、はい、そうなんですよ。それで、あとやっぱりこう体感温度で2度下がるというふうに言われてるんですけども、今毎日いただいたじゃないですか。もちろん体感温度で2度涼しい涼しくなってきた。強くなってきました。はい、私たちのトークで涼しくなってきました。逆に、ね、逆に逆に寒い、はい、では本当にあの短い時間でしたけども、この体験、風鈴と打ち水を体験していただいていかがでしたでしょうか。いや、本当に先ほど申し上げましたけど、日本のこう失っちゃいけないものとかやっぱあると思うんですね。風鈴だったりこの打ち水だったり、なのでそういうのも大切にしながら、まあ、よりいいものは、いい文化をこう取り入れて、まあ、日本という国が、まあ、この丸の内から元気になってくれればいいなと思います。ありがとうございます。そしてご家族の皆さんやチームメイトの皆さんと一緒に打ち水もやっていただいてますでしょうか。やります、やります、やりますよ。もちろん。はい、じゃあぜひお願いしたいと思います。はい。では最後に会場に集まってくださった皆さんに一言だけメッセージをお願いします。皆さん、本日は終わっていなかお集まりいただきありがとうございました。この素晴らしい風鈴の音と、でこの夏を乗り切りましょう。はい。はい、ということで、本当はもっといっぱい喋りたい空気がたくさんあったのに、時間の関係でもう、本当に喋りました。それでは、山田選手に、毎日大きな拍手お願いします。さあ、ということで、ニューリンメッセージキリア、そして、打ち水、ありがとうございました。終了したいと思います。
Thank you.
名人が一人おってな、やばい、やばい、おってな、あれ、こういうところが山が